東京マラソンのランニングポリスランニングポリスとは警察官が一般ランナーと一緒になって並走し走りながら警備を行う警備形態である。2015年1月に発生したフランスのテロ事件を受け警視庁が東京マラソン大会実施本部である東京マラソン財団に打診し実現した。2015年2月22日に行われた東京マラソンで 世界で初めて日本の警視庁が導入した。東京マラソンに続いて2015年3月2日には神奈川県警により横浜マラソンにてサイクルポリスと同時に実施。2015年11月15日には埼玉県警により埼玉国際マラソンでも実施されている。2015年2月の東京マラソンでは二人一組の警官が一般ランナーと並走。 10km で次のチームで交代し、総計64人の警官が参加した。続く、埼玉国際マラソンでは 42km の距離を4人以上が交代で並走した。2015年2月22日に行われた東京マラソンにおいて、警視庁が定めた選抜基準は 5km を16分台で走れることとしており、警視庁広報課によるコメントでは、 機動隊員を含めた警備部所属の長距離走経験者からメンバーを選抜したことが明かされている。また、女性警官も4人含まれ、いずれも実業団マラソンでも通用するタイムの保持者で、あることも関係者が証言した。走行中に着用する帽子には小型カメラを取り付け、レース中の映像と音声を警視庁に送信する、走る中継カメラマンの役割を担う。 そして得られた音声と映像は警備本部にてチェックを行い、リアルタイムでのコース状況の把握に生かされた。また、不測の事態に備え、警備本部とつながる無線機、警棒、手錠などを所持する。従来の沿道警備に加え、コース内をポリスと書かれた黒のビブスを着用し一般の部に参加して交代しながら4人から8人ほどの人数が並走することにより、 犯罪抑止及び緊急事態発生時の早急な対応につなげる狙いがある。東京マラソンは人波に揉まれながら走る前提条件と多くの観客の存在から場所によっては走るどころか歩くことも困難な実態があり、不測の事態に即応することは難しいであろうという懸念をメキシコシティオリンピック男子マラソン日本代表の君原健次は 週刊ポスト氏2015年2月27日号に向けて語っている。ありがとうございます。